はい、仲間の皆さん、おはようございます。元気ですか？ DJ の時間がやっとやってまいりました。久しぶりです。秋もですね、いよいよ終わっちゃいますね。寒い寒い冬が来ます。しかし季節の中の一つです。あまり憎むのはやめましょう。好きな方もおります。私みたくですね、好きでも苦手な人もいます。本当に苦手な人もいます。でも冬が来ないと春が来ないんですよ。かっこいい。まあそんなわけで、冬にはまあ何をするか。私はですね、冬は何もしません。ただひたすらに春を待つ、そんな感じの冬をこれから迎えます。毎度おなじみの会話で申し訳ありませんが、そうですね、秋はですね、いっぱい物思いにふけて秋を満喫しました。孤独なね旅も、なんていうかな、この物思いにふけながら車を走らせるなんて最高なんですよね。遠い昔がね、現在蘇って、そしてなんとなくその中にいるようないないような、そんな秋を終わりまして、冬です。まあ冬は元気にいこうかな。まあ、最近ですね、仲間のてっちゃんが詩人になりました。私は彼の詩に抜かれました。それは仕方ないです。才能があります、彼には。だから皆さん、才能を磨くのには詩がもってこいです。これから皆さん詩を書きましょう。そんなわけでですね、詩のすすめを私は奨励します。それからそれから皆さん聞いてください。夏の出版は諦めましたが、皆さんの物書きの図書館ができました。俳句の得意な方、詩の得意な方、またまた小説の得意な方、どんどん、応募してください。ほとんど仲間の皆さんは載せます。それヤフーの物書きさんたちもどんどん投稿してください。載せたいと思います。やがてこれは、安い紙を使ってですね、10匹ぐらいで、皆さんにお分け したいと思います。まあ予定は400-500円かな、一冊。同人誌を作って大いにですね、皆さん楽しみたいと思います。まあ今日はね、取り留めない話ですが、私の声を皆さんに聞かせてあげたいということで、DJ を、拙い DJ をしてしまいました。ではでは、冬を乗り切ろうぜ。イエーイ、鍋だ鍋だ、豆腐だ肉だ、なんちゃって。